5月6日日曜日、鹿児島県にある鹿児島アリーナで F リーグ2018-2019プレシーズンマッチが行われました。今シーズンから伊藤正則監督率いるバサジー大分、新加入選手も加わり新たなバサジーの初陣となったゲーム。対戦相手は立川府中アスレティック FC。 まずは前半キックオフ。この日ゴールを守ったのは白井川大阪への期限付き移籍を終え大分に復帰した岩永大輝。その岩永が見せます。相手のカウンターを右手一本でセーブ。昨年怪我によりシーズンの大半戦線を離脱していた加納選手も出場。後方からチャンスを作る。そしてこの日キャプテンマークを巻いたのは新加入背番号9番上福本俊也。見事な動き出しにより相手ゴールを脅かします。その後府中に攻め込まれるもキーパー岩永がしっかりと守り0対0で前半を折り返します。しかし後半開始直後府中のマルキーニョにゴールを奪われ先制点を許してしまいます。ここで火がついたのが11番森村隆。今シーズンの意気込みを感じさせる森村、ボールを奪うと強引に運びそのままシュート。これは相手キーパー好セーブ。そして後半2分コーナーキックのチャンス。こぼれ球を森村強烈なシュート。昨シーズンチーム内最多得点の森村、今年も活躍の予感。勢いに乗る大分、次々とチャンスを作り府中ゴールに襲いかかる。試合が動いたのは後半7分、コーナーキックからダイレクトボレー。決めたのは14番白方秀和。大分はついに逆転。さらに後半8分、田村健人がパスカット。一気に攻め上がると田村龍太郎が押し込む。今シーズンもダブル田村の活躍にも期待ですね。そして最後まで攻めの姿勢を貫いた大分、そのまま3対1で試合終了。バサジー大分シーズン開幕へ向けた順調なスタートとなりました。今シーズン F リーグ開幕は6月16日駒沢セントラル、ホーム開幕戦は6月24日大分県立総合体育館で開催されます。今シーズンもバサジー大分への熱い応援よろしくお願いします。